一触即発です。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。台湾有事が目の前に、日中中間線を米軍戦闘機が越え、中国軍機と一触即発に。今回は米中のパワーバランスについてお伝えいたします。ソ連が崩壊した冷戦以降、世界は圧倒的な軍事力を誇るアメリカ一強体制に移行しました。そしてこの冷戦以降、アメリカは湾岸戦争やアフガニスタン、イラクなどの戦争に参戦し、戦場での勝利を積み重ねています。そのようなアメリカに対して次に挑戦状を叩きつけてきたのが中国共産党ということになるのですが、ご存知、中国は習近平氏率いる共産党一党独裁の国家です。中国は1980年代に始まる経済開放路線と相まって、世界最大の人口を武器に著しい経済発展を遂げています。中国はそれに伴い軍事費を増大、人民解放軍の戦力拡充に努めてきたのですが、世界経済への圧倒的な影響力とともに、その勢いはアメリカとの覇権争いにまで発展しています。このため米中は近年、特にアジア地域をめぐって影響力の綱引きをしているのですが、両大国に依存している日本は今、右往左往しています。今回は日本も無関係ではいられない、米中のパワーバランスに焦点を当ててみたいと思います。まずは中国の台頭からお話ししていきますが、中国では鄧小平の主導で1978年から始まった改革開放。これは社会主義経済から資本主義経済に変化させる過程を指す言葉ですが、この改革開放路線に切り替えてからというもの、中国国内の所得水準は他国を圧倒するほど急速な拡大を遂げました。それに伴い、北米や西欧の相対的な優位が脅かされ、消費やエネルギー、貿易、投資、旅行、そして軍事支出などのシェア配分をめぐり、すでに世界は中国を中心に変化している状態です。軍事面でも中国の人民解放軍はかなりの戦力拡充を進めていますが、例えば全人代で示された2022年予算案の国防費は、前年比 7.1% 増の約1兆4504億5000万元となっており、これは日本円にして約26兆3400億円もの金額です。日本の防衛費は22年度予算案で5兆4000億円程度なので、数字で言えばざっくり5倍、中国における軍事費がいかに巨額であるかがわかります。中国政府の潤沢な軍事予算により、今も中国は様々な新兵器開発を行っています。目立つところでは、中国が今心血を注いでいる空母建造でしょうか。中国は2022年現在、遼寧と山東の2隻の空母が就役し、福建の1隻が偽装中。中国は1980年代から空母技術を研究するべく、中古及び建造途中の空母を購入し、他国技術者のレクチャー等を受けながら自前の空母技術を培い、ついに国産空母を完成させました。もちろんまだ練習用以上にはなり得ていないようですが、一隻目、遼寧に関しては、未完のまま鉄くずになっていた旧ソ連製空母を中国側がテーマパークにするなどと嘘吹いて、1998年にウクライナより購入。その後、空母として完成させ、2012年9月25日に就役を果たしました。それから約7年後の2019年12月17日に就役した2隻目3等は、1隻目遼寧の建造経験をもとに作った初めての中国産空母となり、それから2年半経った先日、6月17日に進水を果たした3隻目福建、とまあ、ここまでの建造過程を見ていると、中国人民解放軍が確実に戦力アップしていることが伺えます。このような中国の動きに対してアメリカは、当然中国に対する警戒感を強めています。
中国の台頭により世界の安全保障環境が劇的に変化していることについて、アメリカのバイデン大統領は昨年2月に行われた国際会議での演説で、中国との長期的な戦略的競争に共に備えなければならない。中国との競争は難しいものになると予想している。また、欧米とアジアのパートナーの国々がいかに連携し、平和と共通の価値観を守り、繁栄を前に進めるかが最も重要と述べています。競争という言葉は極めて弱腰に感じるのですが、これら一連のバイデン発言はトランプ政権の時と違い、中国からするとかなり忖度されていると感じたに違いありません。近年比較的よく聞くのはアメリカの衰退という言葉ですが、その要因となっているのは対外的というよりもむしろ国内にあると感じます。アメリカの分断という言葉をよく聞きますが、今まさにアメリカ国内の様々なコミュニティの分断。例えば前回の大統領選挙でもそうでしたし、最近では中絶問題や LGBT 問題など外国勢力からの分断工作も相まって、今アメリカはかなりの危機に陥っています。アメリカの政治形態はご存知、保守派が支持する共和党とリベラル色の強い民主党の二大政党が交互に政権を担ってきたのですが、特に最近は国民の考え方が多様化し、お互いの政治的理念が分断し、相入れない状態に陥るケースが目立っています。様々な物事に対する考え方の違いは対立構造を作り出し、なかなか国家が一つにまとまれない事態に陥っているのです。これが安全保障に対してどのような問題を発生させるかという部分ですが、国民の考え方がまとまらないと国民の深い共感を得なければならないような重大判断、特に軍事力行使の決断を行う場合に判断が遅れる、あるいは大胆な決断をすることが難しくなるという部分ではかなりマイナスです。ただアメリカ軍自体が衰退したのかといえば全くそうではありません。アメリカ軍の軍事予算は22年度予算案で約88兆円であり、日本の10倍以上、中国の約4倍です。軍事予算は軍事力を評価する上でとても重要な要素ですが、この数字を見る限り、アメリカ一強状態はまだまだ続くと考えられます。特に空軍力や海軍力でアメリカは中国を確実に圧倒しています。アメリカは11隻の原子力空母を保有し、戦闘機では世界最強と謳われるステルス戦闘機 F-22 ラプターをはじめ、次世代戦闘機 F-35 ライトニング2など、戦闘力では他の追随を許さない機体を保有しています。ただ、人の数について中国の総兵力は2019年の段階で約200万人となっている一方、アメリカは約150万人であり、頭数だけでは中国に軍配が上がります。もちろん今の時代の戦争はロシアのウクライナ侵略でもわかる通り、もはや数で決まるわけではないことからも、総合的にはアメリカ軍の軍事力はまだまだ独走状態です。ところで最近の話ですが、先日アメリカと中国の戦闘機が一触即発となったと報じられました。何でも東シナ海でアメリカ軍が最新鋭ステルス戦闘機 F-22 や F-35 など大量の戦闘機を飛行させ、その中の一部が日中中間線を越えて中国本土に接近していたというものです。日中中間線はこの図のこの線なのですが、ちょうど日本と中国との中間付近に位置し、日本が排他的経済水域EEZ の境界線だと主張するラインです。今回のアメリカ軍の行動に中国軍は戦闘機を飛行させることで対抗し、挑発すれば反撃に遭うと警告したとされています。当然アメリカ軍にとってこれは偶発的なものでなく、中国軍にプレッシャーを与える作戦だったことからも、アメリカ軍は日本側へ事前通告、最大級の圧力を加える作戦を実行すると説明しています。アメリカが既存のラインを踏み越えて中国側にプレッシャーを与える行動は、海上では航行の自由作戦がすぐに思い浮かんだのですが、こと空については個人的に聞いたことがありません。中国に対して何かと穏健路線を取っているバイデン大統領ゆえ、かなり意外だったのですが、
考えてみれば、トランプ政権の頃からも台湾有事を念頭に中国に厳しい対応を望む声が強かったことからも、今回はそれを行動で示さなければならないほど切羽詰まった状態になっているのかもしれません。中国は今、海上では東シナ海や南シナ海、陸上ではインド国境地帯などで軍事緊張を高めているのですが、特にその中で最も重要視しているのが革新的利益と位置づける台湾です。アメリカのバイデン政権は昨年1月20日の発足以来、トランプ政権を引き継ぐ形で台湾との関係を強化する具体的な法案を各種打ち出しており、台湾有事、すなわち米中が台湾をめぐって軍事的な衝突が発生することを想定しています。当然、人権問題が絡み、またアメリカの覇権が脅かされている以上、米中の折り合いはつけられるはずもなく、今後ロシアとの関係も相まって、ますますヒートアップしていくことは避けられない情勢です。そしてこの問題は当然日本にとっても無関係ではありません。台湾と与那国島はわずか110キロしか離れておらず、もし台湾が中国に併合されてしまうと、戦略的な要衝が中国の手に渡ってしまうことを意味します。その結果、中国は太平洋に自由に出入りできるようになることから、それを阻止するためにも必ずアメリカは参戦すると思います。となれば、後方支援の役割を果たさなければならない日本も、その瞬間に同時参戦となりますので、日本はその時を今からしっかり想定し、憲法改正をはじめ、今できることを早急に進めていくべきだと思います。以上、中国とアメリカの軍事的パワーバランス、そして日本が避けては通れない台湾有事などについてお話ししてきました。今後しばらくは米中間での覇権争いが続くと思いますが、その間、大国のロシアやインドがどう関わってくるのか、とても気になるところです。中国は革新的利益の追求をやめないでしょうし、アジア地域を支配下に収めるための軍事力増強も継続して上げてくると思います。また、それに対してアメリカは世界の覇権を維持し続けるためにも中国潰しに躍起になるに違いありません。日本はアジアにおけるアメリカの重要なパートナーとして、その役割が西側諸国から求められているのですが、その期待に応えるためにも確固たる防衛力、そしてまずは必要な法整備等を整えることが必要です。私たち国民も米中の関係性について十分注意しなければなりませんが、すでに隣国にロシア、近くには北朝鮮が位置している地理的な脅威がある以上、日本は国際情勢についての意識を国民レベルで高める必要があると最近強く感じる次第です。皆様のご意見ご感想お待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。